ソ論ロンバイ・シャリポビッチ・ジェーンベコフは、キルギスの政治家。2017年より、同国大統領を務めたが、2020年議会選挙の、不正に橋を発する反政府デモで退陣を、余儀なくされた。それ以前の2016年4月から2017年8月に、かけては、キルギスの首相を務めた。氏名は、ソ論ロンバイ・ジェーンベコフとも表記される。ズスプベク・シャリポフ・ジェンベコフは、 おシシュービーイコールミルザで、集団農場の管理者と主婦の間に生まれた。弟アシュルベクジェンベコフも政治家であり、別の弟ズスプベクシャリコフは中ウクライナ大使である。ジェーンベコフには9人の兄弟がいた。ジェーンベコフは、キルギス農業アカデミーに学び、動物工学の学位を得て卒業した。その後さらに会計学を学び、2003年に、 キルギス国立農業大学を卒業した。2017年3月7日、ビシュケクで開催されたユーラシア政府間協議会における当時首相だったジェーンベコフとドミートリー・メドベージェフ、チグラン・サルキシャン。ジェーンベコフは18歳でウズゲン地区のレーニン学校の教員となり、ロシア語と文学を教えた。1983年には、 オシシューのソビエト地区にあったソビエト農場で、畜産担当の主任となり、5年間ほど働いた。1988年11月、オシシューソビエト地区のキルギスタン共産党の地区委員会に入り、指導員としての地位を得た。数年後、彼は、党委員会の役員になった。政界入りした後、ジェーンベコフは1993年にカラクルジャ地区の、 カシカイコールゾル集団農場の委員長に選出された。1995年には人民代表者会議の議員代理となった。2007年、ジェーン・ウェコフは農業、水資源、食品加工担当大臣となった。2010年にはオッシ州知事となり、2015年には国家人事委員長官に任命された。2016年3月、 大統領府副長官に任命され、ついで首相に任命された。ジェーン・ウェコフは2017年キルギス大統領選挙の正式な候補者として指名され、2017年8月21日に首相を辞任した。この時彼は自分は他の大統領候補者と対等な立場でありたいと述べた。選挙は2017年10月15日に実施された。 キルギスの中央選挙管理委員会は、総計170万票近くが投じられ、ジェーンベコフが54.74%を獲得したと発表した。ジェーンベコフの選出は、キルギスの大統領選挙において、初めて民主主義的に権限の異常が行われたことを意味していた。アザイグリエフは、この選挙が、 キルギスの歴史上数、少ない平和のうちに実施された選挙であったと述べた。ロシア連邦大統領、ウラジーミル・プーチンと、ロシアの措置で会見したジェーン・ベコフ。2018FIFA ワールドカップ、ロシア大会で、ヌルスルタン・ナザルバイフと共に観戦するジェーン・ベコフ。ジーン・ベコブ・ウィズ・イルハム・アリエフとジェーン・ベコフ。ジェーン・ベコフの大統領就任式典は、 2017年11月24日に、アラールチャカン邸の石鹸出エネ祭で行われた。就任後最初の外遊は、ロシアへ赴き、ウラジーミル・プーチンと会見した。就任後間もないうちから、ジェーン・ベコフは、野党の政治家やジャーナリストたちを抑圧し、民主主義を危うくしていると非難を浴びるようになった。2018年4月19日、ジェーン・ベコフは、 議会の内閣不信任決議を受けて、サパル・イサコフ首相以下、内閣を解任した。2018年5月の記者会見で、ジェーン・ベコフは、キルギスで対等しつつある、部族主義に対抗するとして、この社会に南北問題を持ち込もうとする勢力に対して、あらゆる手段で戦うと述べた。2018年9月上旬には、ビシュケ客を訪問していた。 トルコの大統領レジェップ・タイップ・エルドアンと共に中央アジア最大規模のモスクであるイマーム・サラクシ、中央モスクの会場式を行った。エルドアンは滞在中、ジェーン・ベコフに対して、トルコのイスラム教指導者、フェトフラー・ギュレンに対して適切な対処をするよう圧力をかけた。2018年9月3日、ジェーン・ベコフはキルギスがホスト国となる。 最初の大規模な国際的イベントとなった2018年のワールドノマドゲームズを開会した。翌日、ハンガリーの首相オルバーン・ビクトルをチョルパン・アタカンテイに迎えたジェーン・ベコフは、ハンガリーの指導者として最初に独立後のキルギスを訪問したことに謝意を表した。2020年10月4日に執行された総選挙では親ジェーン・ベコフ派の政党で大半を占め、 選挙では不正投票が指摘されたことから選挙の白紙撤回を要求するデモが勃発した。選挙管理委員会は10月6日に選挙結果を無効としたものの、野党勢力はジェーン・ベコフの大臣を求め、反政府デモを続行、議会議事堂や政府庁舎を選挙し政権奪取を宣言した。9日にジェーン・ベコフは法的な秩序が復活すれば辞任すると表明し、 ボロノフ首相の辞を承認し、全閣僚を含めた解任命令に署名したものの、野党勢力は内部分裂しており、10日にはアルマズベク・バトルベコフ第一副首相を首相代行に指名した一方、議会はサディル・ジャパロフ首相代行を満場一致で新首相に選出したとしており、混乱が拡大した。14日にようやくジャパロフの首相就任を認め、15日に 大統領辞任を表明した。翌16日に議会に承認され正式に退任。ありがとうございます。